カシルリオトシブミユアップススプレンディガスは小柄なオトシブミの一種でごく普通の種。イカドリの葉に見ることが多い。小さいながらも強い青の金属光沢のある美しい昆虫。体長は3.2から4.5ミ、mm、リメートル。背面、覆面ともに丸く、体は厚みがある。頭部は目が大きくて丸く、この部分が最も幅が広い。目よりも前は、 ほっとして突き出すが長くない。目よりも後ろは細丸が落とし踏みのように長くはならない。触覚は目の少し前から出る。前胸は後方に向かって幅広くなる。この部分は全身の色よりやや金色味を帯びる。表面には細かい天国があり、それらは過剰のシワのようになっている。前肢は円が丸くなり、後方は縁取りがある。 背面には9つの天国の列が並んでいる。ふわしは、ももぶしは、こん棒状に膨らみ、形節は細長いが、オスのそれは、特に長く伸びて、内側に曲がる。成虫は遅い春から夏に見られる。この類では早くに出現するものである。様々な樹木や草本につく。安田、沢田は、植草としていたどり大いたどり富士にセアかしやけやき、コナラカシ類、カイデ類、 犬凝り柳をあげている。若葉に細かい穴を開けるようにして食べる。イタドリの葉を巻く。メス葉の上には、有幼虫のためには葉を切って巻いた洋卵を作る。イタドリの葉で作っているのがよく目につく。メスは、葉の側面を円沿いに細長く切り取って、蜜に巻き、俵型に仕上げる。完成した洋卵は切り離されて地上に落ちる。幼虫はその内部を食って成長し、 サナギもこの中で過ごす。オスがそのそばで待機するのが見られることもある。名前の由来は、菓子類につく、ドリオトシブミの意であるが、菓子の葉で洋卵を作ることは、稀とのこと。本州、四国、九州に分布。食草には有用樹種が多くないので、害虫として扱われることは、あまりない。ドリオトシブミ族は日本に複数種があり、いずれも小柄であることもあって、 互いによく似ていて、判別は難しい。正確には、双眼実体顕微鏡が必要とのこと。本種はその中では最も普通種である。全鏡が金色になるのが、この種を判別する一応の目安になる。安田、沢田、P20 安田、沢田、P22。ありがとうございます。